ヨーゼフ・ヨアヒム、ヨーゼフ・ヨアヒム、ヨアヒム・ヨーゼフ、1831年6月28日から1907年8月15日は、バイオリニスト、指揮者、作曲家、ブラームスのバイオリン競争曲の初演バイオリニストとして後世に名を残している。ヨアヒムは、1831年6月28日、ポジョニア、 アイゼンシュタットにほど近いハンガリー王国領西部のキット税マジャルコメーケプチェーニで生まれた。キット税はバッチャーニーコール・シュトラットマン家、ボトヤニ・ストラットマンの館のある地として知られ、現在はオーストリアのブルゲンダント州に属している。1833年、ヨアヒムの一家はブダペストに移った。ヨーゼフは5歳になるとブダペストでバイオリンのレッスンを受け、続いて ウィーンに渡り、ウィーン音楽院で修行した。1843年、12歳になると、ライプツヒに出向き、メンデルスゾーンに指示した。なお、ライプツヒ音楽院の入学試験で、ヨアヒムが演奏した、際の試験官は、学院長のメンデルスゾーンであった。同年8月、ゲバントハウスで、メンデルスゾーン、クララ・シューマンナーと共演し、12歳のヨアヒムは、 ライプツヒの聴衆の知るところとなった。3年後、ヨアヒム15歳の時、メンデルスゾーンに伴われて初めてロンドンで演奏し、成功を収めたが、翌1847年11月4日に、メンデルスゾーンは亡くなった。1848年、17歳になったヨアヒムは、2年間、ライプツヒゲバントハウス管弦楽団に在籍した。 その間、オーケストラのみならず、ゲバントハウス弦楽四重相談で、第二バイオリンも担当した。その後、1850年バイマルに、移りコンサートマスターに就任した。ここで、フランツリスト、リヒャルト・アーグナーと知り合ったが、1852年に、ハノーファーに移って以降、彼らの関念主義的音楽とは、歯車が合わず疎遠となり、代わりに、ロベルト・シューマン、クララ・シューマン、 ヨハネス・ブラームス、何度か、ヨアヒムとのリサイタルでピアノを演奏したらと親しくなり、ヨアヒムとブラームスは共同で、リストやワーグナー及び彼らの仲間たちの音楽に反対する宣言文を執筆している。また、ハノーファーで、ヨアヒムは、歌手のアマーリエ・バイスと結婚た。1866年には、王立音楽アカデミーの創設と指導のために、ベルリンに招かれた。ヨアヒムは、 自分のオーケストラを創設し、また1869年には、ヨアヒム弦楽四重相談を創設した。この楽団は、世界屈指の四重相談という名声を勝ち得た。1884年に、ヨアヒムは、妻が、ブラームスの楽譜出版社である、フリッツ・ジムロックと関係があったと確信するようになり、離婚した。ブラームスは、ヨアヒムの疑いには根拠がないと考え、 アマーリエを擁護する長い手紙を書いた。この手紙が法廷に証拠として提出されたことから、ブラームスとヨアヒムの友情は壊れ、回復するのは数年後のことであった。ヨアヒムは1907年に死去するまでベルリンに住んでいた。ソロバイオリニストとして知られるヨアヒムであるが、 ライプツヒゲバントハウス管弦楽団に百8 4 8年から1850年まで2年間在籍し、同楽団の主席奏者で構成されるゲバントハウス弦四重奏団で、第二バイオリンも担当するなど、幅広く演奏活動を行った。ソリストとしては、バッハから、ベートーベンのバイオリン競争曲、この曲がスタンダード曲になるには、ヨアヒムの大きな貢献があったを経て、 年下の同時外人たち、その多くは彼の個人的知人であったの作品に至る幅広いレパートリーを演奏した。これらの演奏に加え、ドボルザーク、ロベルト・シューマン、ブルフからバイオリン競争曲の検定も受けている。ただし、ドボルザークの競争曲とシューマンの競争曲を演奏することはなった。ブルフの競争曲第1番も初演は別の奏者が担当した。 ヨアヒムはブラームスと特別に密接な協力関係にあり、ブラームスがバイオリン競争曲を作曲したときは、技術上の助言を行っている。この競争曲は1879年1月1日、ヨアヒムの独奏で初演され、彼に検定された、ただし公式に演奏したのは6回だけであった。ブラームスのバイオリンとチェロのための二重競争曲の初演では、 独創バイオリンを演奏し、この曲は、離婚問題による仲違いの後、友情修復のために作曲された、公共曲第一番のイギリスでの初演を指揮した。ヨアヒムの作曲家としての業績は、演奏者としてのそれほど著名ではない。作曲家としての評価は、優秀ではあるが、個性に欠けるといったものであり、現在は、彼の作品はほとんど演奏されない。作品には、 多数のバイオリン曲、三つの競争曲を含むと、シェイクスピアのハムレット、ヘンリー4世のための助曲などがある。また、多くの他の作曲家のバイオリン競争曲のカデンツァを作っており、その中には、ブラームスの他、ベートーベンやモーツァルトの競争曲がある。教育者として、ベルリンコート音楽学校の校長を務めるなど、教師としても、 人望と名声に恵まれ、レオポルト・アウアーやイエネ・フ・バイを輩出した。これらの門人もまた演奏家並びに教師として、結出しており、アウアー門下のエフレム・ジンバリストや、ヤッシャ・ハイ・ヘッツ、ナタン・ミルシテーン、オノ・アンナ、フ・バイ門下のヨゼフ・シゲティも、ヨア・ヒムの孫弟子になる。日本人バイオリニストの中でも、オノ・アンナ門下のスワネ・ジコ、ジンバリスト門下のエット・オトシア、シゲティ並びに、 ミルシュテイン文下の運の良しを、前橋抵抗、ハイフェッツ文下の清水講師など、ヨアヒム直系の演奏家は、数多い。ヨアヒムの総鉄尊にあたる、イェリー・ダラーニとアディラ・ファキー・イリの姉妹は、不敗に送り出された後ヨアヒムに学び、イングランドで活躍し、ラベルやバルトーク、サマベル、ホルストラ多数の作曲家から、バイオリン・ソナタや競争曲を検定された。特に妹のアディラは、 教育機関でなく個人教授としてヨアヒムが教えた唯一の門人であり、死後彼の1715年生ストラディバリウスを相続した。この楽器は指定の性にちなんでヨアヒム・アラーにと称され、現在はアギラの遺族から買い取った日本財団の所有となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。